さあそれでは、はい、タイツ部門の方の決勝に行きたいと思います、はい、これもねまさにこれ動きのなかったものがここまで来てますので、はい、ちょっと改めてちょっと芸術作品として見てみましょう。はい、タイツ部門まずはパルムです。どうぞ。さあちょっとねもうこの色からね、はい、いいんですけども、ちょっと3度目でございます。しっかり見させてもらいましょう。足でやっぱりね押さえていく、ね、あ、本当だ、うん、器用だな。そしてここからさっきより伸びていくわけですね。あーいいですね。あーでも本当この形なんだよな。ちょっとプルプルしません、ね、先っぽとかする、うん、やっぱ疲れる体勢だよな。どう考えても腰いきますよこれは、ね、あんま良くないですね、体勢的に。ちょっと高級品の顔してるなやっぱりもうね、安いアイスじゃないぞっていうね感じやね。ラクトアイスじゃないですね。うわうまそう、うまそうこれ。いやいいですね。いやすごい、ありがとうございます、はい、いや見れるもんなんですよね、別にこう動かなくても全然見えますね、うん、仕上がっていく感じ。場所を変えて全然パリとかでやってもらっても、はい、やってもらいたいですね。エッフェル塔とかね、凱旋門とか、うん、パリ、イタリア、はい、ね、やってほしいですね。やってほしいですね、うん、いろいろなところで、うん、さあそれでは行ってみましょう。タイツ部門、3回目でございます。じっくり見ましょう。つゆでございます。どうぞ。ちょっと見たな、言いましたね、はいはい、結構めっちゃ動いからですよね、すごい。あ、揺れて落ちたてじゃないですかこれ。落ちたてか、うん、ぐらい揺れてますよ。あすごい。あ、あだからこれ今スーパースローみたいなことかもしれないですね、うんうん、今のね。ほらビヨーンビヨーンビヨンってほら落ちたての、ほらプル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 、うん、あこれスーパースロー再生です多分皆さん。あこれですか。うわこの上からの再現度やばいですねこれ。こんな揺れてんだスーパースロー。すごいな、知らなかったな、ね、あんな一瞬で落ちた角、はい、弾くとかそんなイメージですけど、やっぱ違う、ね、いい揺れがポタッとこうね来てスーパースローだから、ね、いやそういうことだったんですね。いやありがとうございます。いやすごい、はい、さあそれではタイツ部門のチャンピオンにふさわしいと思う方に投票お願いします。どうぞ、はい。いやそういうことだったのか。スーパースローとは気づかなかったです ね、 ですね。非常に新鮮なつゆなんでしょうね。そういうことでしょうね。あの新鮮な生卵を落としたご飯に落としたはい、はい、ようなこのブルルンってなるね、あの感じですね、はい、もう濃縮がやばいだろうね。そうそうそう、こってりですごいな、うん、そうだな、うん、はい、さあそれでは、はい、迷ってる方も投票お願いします。大丈夫でしょうか。優勝はどちらになるのか参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。わあ、つゆ、すごいですね。つゆでした。やっぱりシンプルが、どっちもシンプルだったが、はい、よりシンプルってことなのかな。はい、うん、さあということでタイツ部門は、つゆがチャンピオンになったんですね。おー、はい、いやだからパルムはこうなってくるとグランドチャンピオン大会出れないと、ね、見れないんですか。いやもったいないですけどね。確かに、はい。